僕ドイツで裸足の森っていうのを見てきて、これはいいなと思って、裸足だから森ゆっくり丁寧に歩くようになるんじゃないかな。でも裸足をきっかけに森と近づけるような、そういう仕掛けを作りたいなと思ってます。広い視野でこう森とか環境を見て、みんなで勉強しながら作れたりだとか。バスの丸太の上めっちゃ楽。この裸足の 森作りも出来上がって完成というよりもずっと変化していく。こう歩いた人が元気になるっていうだけじゃなくて、まあ、森も元気になっていく、うん、それ水芽っていうやつ。インパクトのある香りなので、その香りをね楽しんでもらうっていうのはすごく重要でしょうから。匂いとか肌で触った感覚とかなんかも裸足のトイレ入りだから、余計にそういう感覚を研ぎ澄ましてもらうときに使えるのにいいかなと思うんで。ここだと声とこう体が見えるんで、みんなが楽しそうにしてる様子が見えて、森の入り口としては最高な場所だなと思うんですよね。ここでみんなが森に一歩近づける、それこそ靴を脱いで自然に近づく第一歩目の場所。なんか切るよりは全部生かしたいですね。全部こう人間都合でこれはいらないからって切ってしまうと、そこで木の命は終わっちゃうけど。時間とか温度感とかで音が楽しくて、色が綺麗 で香りも面白くって、五感を感じるっていう部分では効果があるなって。今のちょっと脳にピリピリきてます。できれば目指したいのは、人が歩くたんびに土がどんどんこう増えていくような場作り。何万年もかけて土を分解して作っていくよりは、こういう炭を使って中に間に差し込んであげて、それと落ち葉とか木の枝を一緒に入れて微生物が育ちやすい場所を作る。ふわふわ気悪いね。玉切りした木とか枝とかたくさん落ちてるんですよ。結局そういったものが落っこってると地面を塞いでるから、大地の呼吸がちょっと滞ってるんで。ありがとう。ジュンジュンが言ったみたいに、ある程度風が流れるように透かすということと、いろいろいるから刺されないように。呼吸ですよね。呼吸か、呼吸、大地の呼吸と人間の呼吸を良くする。風やっと来た、涼しい。根っこと根っこの間で菌をこうやり取りしながら情報交換してるのと、葉っぱから出てくるフェロモンの働きでこうコミュニケーションを取ってるので、こうゆらゆらしてるってことは、もしかしたら居心地が良くなったよって今木々が喋ってくれてるのかもしれない。土だけが気持ちいい、ふかふかして気持ちいいとか、まあ、道だけが歩いてる気持ちいいっていうのも一つなんですけど、空気がよどんでるとトータルで考えると気持ちいい場所にならない。雨だからちょっと、まあ、分かりにくいかもしれませんけど、土壌の微生物が上がってこれるように道を作っていてあげる感じで。水がシャーッと流れ始めた途端に匂いが違うし、空気の感じが、森の中で空気が動くってことの大切さっていうのは、速攻一つで感じられるなと思います。これならもう下から見えるじゃないですか。裸足でいるようなイメージをすると、匂いも風もなんか感じるものが違って、本当に裸足だったらもっと違うんだろうなって。五感がフル回転できる、人間に変えれるような